そしてこの AV 新法っていうのはもちろんですね、すごくいい面もあれば悪い面もある、完全にブラックになりますから、そういったですね犯罪行為をしている人も混ざってますし、お疲れ様です、真面目社長です。今回は AV 新法の実態、こちらについてお話ししたいと思います。今回なぜ私がこの動画を出そうかと思った経緯なんですが、もともとですね、僕は一番最初がアダルトビデオの業界からスタートしたわけなんですね。この性風俗に入る第一歩が AV の業界だったわけなんですね。この業界でいろいろな経験をさせていただいて、成長もさせていただいて、とても感謝もしていますし、今後も良くなっていただきたい、こういった AV 新法の問題っていうのがいろいろなところで発信をされています。僕のところにもですね、未だにやはりお付き合いがある方々も業界にたくさんいるので、いろんな業界で今どういったことが起こっているのか、そういった事実が多数ですね寄せられていまして、いろいろ話を聞いていくと、実際はですね、こういった事実がなかなか世間の耳に届いてないなっていうことを感じることも多いんですね。いろいろですね、この AV 新法に関しては様々な情報が発信されていますけれども、じゃあ実際現場でどういうことが起こってるんだっていうところを、この生の声をですね、ぜひ今日は皆さんに聞いていただきたいと考えています。そしてこの AV 新法っていうのはもちろんですね、すごくいい面もあれば悪い面もある、こういったね、いろんなご意見が出ているかと思うんですが、僕自身はですね、今回中立的な立場というか、僕の意見というよりは今起こっている事実を皆さんに知っていただいて考えていただきたいなと思っています。この動画はですね、風俗業界歴22年の私、真面目社長が皆様により良い風俗遊びをしていただくために、他にはない情報をですね日々発信していますので、ぜひですね皆様チャンネル登録をしていただいて、より良い風俗遊びをしていただきたいなと思います。ではまずですね、改めてなんですけれども、 AV 新法っていうのはどういうものかっていうのをねご説明したいんですけれども、最近ですね皆さん、また AV 新法についての SNS だったりニュースだったりとか、こういったのを目にすることが増えてると思うんですけれども、最近テリー伊藤さんがデモをされてたりとか、署名活動で署名をしてくださいみたいなね、 X でも流れてきたりがあると思うんですが、これって実はですね2022年ですね施行されたものなんです。じゃあなぜ今再燃してるかというとですね、これは理由がありまして、この法律ですね施行されてから2年以内に見直しをするということになっているんですね。見直しをするという条文がついてるんです。2024年の6月ということになるんで、もう数ヶ月しかありませんので、その見直しに向けて皆さんがいろんな発信をされている、1年前ちょっと盛り上がってたと思うんですが、それが今すごく話題になってるというタイミングになります。この AV 新法なんですけれども、 AV 出演被害防止救済法、こういった名称になっております。これができた背景っていうのが、18歳19歳が成人年齢ですね見直されたわけなんですけど、そのタイミングで10代の方がその AV の出演をしてしまった時に、それを救済するという目的で作られた、そういった背景で作られました。この法律によって今までとルールがどう変わっていったかっていうのがあるんですが、これが大きく分けて3つあります。まず1つ目、1ヶ月ルールですね。契約してから撮影までの期間を1ヶ月空けてくださいねと。じゃあ私 AV の仕事します、出演が決まりました、そしたら契約書を交わしますよね。そこから契約書を書いてから1ヶ月間は何もできないわけなんですね。こういうね、考える期間を設けるということのルールが作られました。そして2つ目、4ヶ月ルール。先ほどですね契約して1ヶ月後に撮影をしました。その撮影してから、例えば販売だったりとか宣伝広告ですね、公表するまでに4ヶ月空けてくださいねというようなルールになります。つまりですね、出演が決まってから5ヶ月後以降に世に出るということなんですね。そして最後ですね、公表から1年間は無条件で契約が解除できると。 AV の撮影が終わりました、発売がですねされました、やっぱりちょっと取り下げてくださいと、こう女性が声が上がった時に、無条件ですね、理由がどうとかっていうことは関係なく、その声が上がった時点で取り下げをしなければいけないと。例えば取り下げっていうのは莫大な費用がかかりますから、下手したらですね何百万何千万単位のお金がかかるリスクを制作者側が負ってるという、こういう内容になるんですね。これが主に話し合われてる内容になってます。この話をする際にですね、皆様にちょっと把握しておきたい事柄がありまして、この AV 業界の中に適正
AV というね、こういった言葉があるんですね。適正 AV って皆さんご存知ですか？なんとなく正規の AV なのかなっていうようなイメージがあると思うんですが、 AV 人権倫理機構が提唱している適正 AV の協会があるんですね。そういったところに加入している会社、皆様がですね普段見られるような AV 大手のメーカーさんですとか有名な AV 女優さん、これはほぼほぼ全てこの適正 AV というところに加盟をしてやってる会社がほとんどですね。プロダクションでいくとこの協会があるんですけど、 JPG とかね SPA っていう協会があって、ここでちゃんと契約書が統一されてたりとかルールが守られてるかっていうところを日々ですね皆さんで守りながらやっているわけなんですね。ちなみに AV 新法が18歳19歳っていうところでね、未成年の引き下げのタイミングでできたわけなんですけど、もともとこの適正 AV の方はですね10代はほぼほぼ撮影はしてなかったんですね。18歳19歳に関しては親の同意があれば撮影をしていたんですけれども、もちろんですね親の同意が得られるケースというのはほぼほぼないわけなので、基本的には20歳以上の子たちを撮影していました。契約書も協会内で統一された契約書、面接して契約をするときにその風景をですね全て撮影をしながら行わなければいけないとかね、こういったきっちりしたルールのもとに経営をされてたわけなんですね。これが適正 AV ですね。もう一つジャンルがありまして、非適正 AV ですね。適正 AV 以外のお話ですよね。よく耳にするワードとしては誇殺だったり同人ですとか、こういった AV ってあると思うんですが、これはあの適正ではなくてですね非適正 AV というふうに言われています。この非適正 AV はですねどのように行われているかっていうと、契約書っていうのはもちろんですねその協会に加入してないので統一はされてなかったりとかですね、こういった新法が守られてないケースが多いというふうに言われてます。その根拠としてはですね AV 新法が施行されてから何件か摘発をされてるんですよ。 AV 新法初の逮捕者が出ましたとかね、こういったニュースを耳にすることあると思うんですけれども、非適正 AV の方々が摘発をされてると。今のところ適正 AV の方からの摘発はゼロとなっております。摘発の理由としては AV 出演契約書不交付ですね。1ヶ月ルールだったりとか契約をちゃんとしてない、例えば書面を交わしてないとか契約してから1ヶ月のルールを守らずにやっているから摘発をされているわけです。ここの個人の撮影とかですと AV 審判はあまり関係なく行われているっていうのが実情となっております。ここまでがこの AV 新法の一応概要になっております。それではですねこれから今現在ですね業界内でどういうことが起こっているかっていうことをお伝えしていきたいんですけれども、この AV 新法っていうのがですねプロダクションやメーカー、いわゆる業界関係者へのヒアリングが行われずに立法されたわけなんですね。ですので現場の方からいろいろな声が今上がってるっていうのが現状となります。まず1つ目、キャッシュフローの悪化ですね。もちろんまあ経営するにはですねお金、資金繰りっていうのは必要になるんですけれども、今までじゃあ例えばですね発売までに3ヶ月かかっていたところが今最低でも5ヶ月かかってくるわけなんですね。そうなると2ヶ月分のですね運転資金っていうのが別で必要になってくるわけなんですね。そうすると規模が大きければ大きいほどその額っていうのはものすごく大きい金額になりますから、業界関係者の全体的なそのお金の流れっていうのが厳しくなっているっていうのがまず一つの問題としてあります。そして2つ目、撮影時期のギャップですね。例えば今ですねちょっと寒い時期なんですけれども、今じゃあ撮影をするのっていうのは発売は皆さんいつになると思います？そうですよね、夏ですよね。今から年の前半に撮ったものはちょうど夏の暖かい時期なんですよ。ただ今皆さんどういう服装してるかっていうと、コートを着てマフラーをつけて歩いてます。その格好でそのまま撮影してしまうと夏にそのねビデオって見れますか？なんかちょっと暑苦しいなというふうにねどうしても感じてしまう可能性があるんですね。そこの撮影されるまでの時期が伸びることによってのギャップっていうのがどうしても生まれていて、そこをですねどのようにして撮っていくかっていうのが一つの課題となっているようです。そして3つ目、契約の工数の増加ですね。これはですね契約書がまあ統一されているわけなんですけれども、結構分厚い契約書なんですね。私もこれデータ見させていただいたんですが、ものすごくボリュームのある契約書です。これを毎回取る形になります。きちんとですねしっかり説明すると3分とか5分では終わらない内容になっているんですね。これを毎回契約をしていくと、これがですね内容としては、例えば ATM で振り込むときにねオレオレ詐欺じゃありませんかみたいなね、もちろん録画もするわけなので、今までなかった工数っていうのが増えてますので、そこでやっぱ人件費もかかりますし、その女優さんの必要な時間ですね、時間拘束もかかってくるので、そこが問題点の一つになっています。そして次ですね、新人女優が生まれづらい。これはですねユーザーさんに
にとってもすごくね由々しき問題になるかと思うんですが、新しくデビューされる女優さんがいた時にまず一つはですね、仕事がすごく入りづらいんですね。これなぜかというとですね、ご自身がねメーカーの立場だったとした時に、全く新しい初めてね撮影をしますという子が来た時に、撮影した後に差し止めになったらどうしようっていう、すごくリスクの部分が、考えなければいけないんですね。施行されてからそういった差し止めになったりとか、現場がなくなってしまったっていうケースはもう何件かですね実際出てきてますので、それによって何百万何千万っていうですね損失を被ってしまったようなメーカーさんも出てきています。新しい女優さんを撮影するのっていうのはものすごく慎重にハイリスクになりますから、考える必要が出てきて、以前のようにでまずね一本撮影してみて売れ行きを見てから次のね契約をどうしましょうかっていうところが簡単には決断できないようになってるんですね。女優さんでなかなかお仕事が入らずに、一本もお仕事をせずに引退されてしまうみたいな方が出てきています。仕事が決まった方でもいろいろ問題が出てきてるんですよ。それどういうことかっていうと、メーカーの専属女優さんの仕事が決まりました、その都度月に1本の撮影になるわけなんですけれども、この初出演作品が発売されるのってお仕事が決まってから5ヶ月後になるわけですよね。それ以降の契約っていうのが今後ね契約が専属で延長されるのかそうじゃないのかっていう判断が出てからじゃないとわからないわけなんですよ。いずれにしても最初の5ヶ月プラス、いきなり契約ではないですからね、最初プロダクションに面接に行って宣材写真を撮ったりとかね営業して契約が決まるわけなんで、だいたい最低でも半年はかかりますよね。この半年間で出演作品が1本しかないわけなんですね。これって収入的に魅力が少ないというふうになってしまうんですね。今まででしたら早くて3ヶ月ですので、3ヶ月4ヶ月5ヶ月毎月発売をしたとしたらその分のギャラが入ってくるわけなんですけれども、6ヶ月でその1本分の出演しかないってなった場合に、せっかくのこういった業界っていうのは高いお給料というのもすごく魅力なはずなのに、初動のところのお給料がかなり少なくなってしまう。もちろん長い目で見たらすごく稼げる可能性はあるんですけれども、そこまで余裕がない場合にですね待ってられないというところで、せっかくお仕事決まったのに流れてしまう、そういったことも出てきてるみたいです。次ですね、体調不良でも休めない。これはですね1ヶ月前に皆さん契約をしてるわけなんで、女優さんも男優さんもそうなんですけども、1ヶ月前に契約してるわけなので、前日当日にね体調が悪くなった、こうなったら、今まででしたらですね、私が以前やっていた時代ですと差し替えといってですね別の女優さんに変更ができたわけなんですよ。なので前日にちょっと体調がどうしても悪いですとか、当日の朝ですねどうしても高熱が出てっていう場合は、いろんなですね女優さんに電話をしたりして、今日なんとかちょっと穴が開いてしまったんで来てくれませんかって言って来ていただいて現場を成立させるということが可能だったわけですけれども、今回です、契約を1ヶ月前にねしてないと出演ができないわけですから、この差し替えができないわけなんですよ。そうするとどうしますか、皆さん。体調が悪くてもこう行かざるを得ない。これってなかなかね過酷なことなので、もちろん体調管理は仕事っていうのは分かるんですが、どうしようもないケースってありますよね。この部分も現場としてはものすごくリスクが高くなってます。例えば現場に関してはいろんなお金がかかってます。スタジオを抑えて男優さん監督さん女優さんがいて、メイクさんがいてカメラマンさんがいてとかっていう形で、それなりの現場でしたら100万とかってかかることは普通にありますので、お金をかけてる状態で最悪の場合モデルさんが来れないという風な事態に陥る可能性がすごく高くなってるっていうのが実情になります。そうは言ってでもですね、どうしてももう休まざるを得ないということも絶対に出てきてますから、そうした時に女優さんがお休みになって現場がバラシですね、そういうケースもあります。そうなったらさっき言ったように制作費がですねかかってくるわけなんですけれども、こういう時にですね真面目な女優さんですと自分のせいでこうなってしまったっていうことで思い悩んでしまったりとか、本当にメンタルがやられてしまったっていう方も実際声を聞いたことがありますので、そういった女優さんに精神的にもものすごくですね負担がかかってしまっています。そして現実問題、皆さんねこういった業界の人は現場に出てね生活をしているわけですから、バラシになった時っていうのは全員がですね全額のねギャランティーをお支払いするっていうのがなかなか原資がないわけですからね、撮影ができてないわけですから、例えば半額にしましょうとか話し合いの中でキャンセル料が支払われるわけなんですけど、そうするとですねその方たちの生活もかなりですね厳しくなってきますよね。現場が入ったらいただけるようなギャラがいただけないっていうことになりますから、この業界に携わる人たちですね、いろんな方々の生活が危ぶまれてるっていうのが現状になるんです。
それに伴っての現場数の減少ですね。メーカーさんが慎重になっているっていうところもありますし、今まででしたら大人数の現場ってもたくさんあったわけなんですね。例えば女優さんがバスツアーでですね、10人の女優さんが出演されるとかっていう企画があったりとか、そういった複数のですね女優さんが共演されるみたいなのもね、やっぱりファンにとっては醍醐味というか、自分の好きな女優さんたちが集まったりとかっていうのがあったんですけど、それが要は人が増えれば増えるほどリスクが高まりますよね。1人の女優さんをキャスティングするのと10人をキャスティングするときっていうのは、10人の方がものすごいリスク上がりますよね。10倍のリスクになるわけですから、誰かが体調不良になったらそれが取れなくなってしまいますから、ですのでその現場数が減っていってます。あとは先ほどの新人さんの話と少し関連してくるんですけれども、メーカーさんが慎重になりますから、確実に来る子を撮影するっていうこともありますし、本数が減ったことによって確実に売り上げが見込める、今までの売り上げを見て数字のいい子を優先的に取っていくわけなんで、これからですね売れる方々もたくさんいるわけじゃないですか。そういう方々に仕事が回ってきづらくなるっていうのが今の現状になります。そしてこうなると最終的にどうなっているかっていうと、女優さんがですね非適正 AV へ流れているというところが現状になります。先ほどの新人女優さんが仕事が入らない、でも AV には出たい、収入を得たいってなった時に、新法のルールが適用されない非適正 AV の方へ出演されるっていうのは、ある意味ねどうしようもない流れというか、女優さんからしたら仕事がしたい、お金を手にしたいんだけれども仕事がないので仕事がある方に流れていってしまってるっていうのが今の現状になるわけです。非適正 AV の方なんですけど、先ほどもねご説明させていただいたんですけど、ここのねその今回の AV 新法のルールっていうのは、この適正 AV も非適正 AV ももちろん守らなければいけないんですね。本来は法律ですから守らなければいけないんですけれども、ちゃんと守ってるのが現状適正 AV だけです。非適正 AV っていうのは何件か摘発されてるように、契約書を交わしてなかったりとか1ヶ月空けるというルールを守ってないわけなんですね。ですので摘発のリスクもあります。ただですね、そもそも非適正 AVっていうのは無修正だったりとか、無修正っていうのは AV 新法関係なしに基本的には法律違反の完全にブラックになりますから、そういったですね犯罪行為をしている人も混ざってますし、そういうところでね女性がギャラもらえるんだ、ギャラも高いんだ、すぐにね1ヶ月後にもらえるんだっていうところでやってしまった場合に、いろんなですね被害者の声が上がってきてしまってます。もちろんルールを守ってないわけですからね。そうなるともう本末転倒ですよね。でそれを女優さんも知らなかったりとか安易に考えてしまうと、こういったね非適正 AV の方に出演をしている人が増えてしまって、こちらの方が潤ってしまってる、真面目にルールを守っている人たちが疲弊をしてしまっていってるっていうのが現状になります。最後にですね、この適正 AV の人たちが今署名活動っていうのをしてます。彼らもそれをね真っ向から反対してるってことは全くなくて、すごくいい法律っていうようなね必要なものっていう理解もありながら、現場の意見も取り入れていただきたいというところでの署名活動ですね。例えば1ヶ月ルールね、初めて撮影する人もそうですし、100本撮影する人も同じ1ヶ月ルールが適用されるんですよ。100本目の人も契約してから1ヶ月後じゃないと撮影ができないですね。 PD に現場が組めないわけなんですよ。なのでデビューの時はねもちろん1ヶ月ルール良いと思いますと、何本かもう出演されてる方に関してはこの1ヶ月ルールっていうのはなくてもいいんじゃないかなっていう意見があったりとか、あとは4ヶ月ルールですね。通常のそのクーリングオフっていうのは7日から20日ぐらいの、4ヶ月っていうのは結構異例の長さらしいので、ある程度一般的なものにのっとった日数にしていただけませんかっていうところで、署名活動だったりデモ活動を今されてるみたいなので、これがですね今 AV 新法の内容とですね実際に現場で起こっていることを解説いたしました。今回はですね私の意見っていうのはお伝えはしてないんですけれども、この業界はですねなくてはならない、ね、業界だというふうに考えてますので、ぜひですねより良い方向に進んでいただきたいというのを強く願っています。この動画がそのきっかけになれば幸いです。それでは失礼いたします。